うんこちゃんもソロで配信してくれやって。じゃあ俺はでもできねえんだって。いろいろなんかしがらみがあるんだって。しがらみ自由聞かない身なんだって。自由、まあ自由聞かんちゃ聞かんか。うん。いきなり、あれやな、多分配信いきなり会話の途中で終わったりするやろな、多分。うんこちゃん。まあそうだね。そういうのってすごい申し訳ないじゃん。ん多分いろいろあってそうなるよな。うん。まあ俺とかは一番フリーダムな感じだから、俺が多分。配信は一番しやすいな。消防士じゃねえよ。消防士よりもっとまともな仕事やん。消防士、まあ、消防士も別に俺 なりたかったけどね、ちっちゃい頃。あ、そうな。なりたかった、かっこいいじゃん、なんか消防士。でも俺は、消防士と今のうんこちゃんの仕事どっちか選べって言われたら、俺は今のうんこちゃんの仕事になるで。ほんとに。ノエさんはどう？どうだろう。消防士もでもかっこいいよね、確かに。でもやっぱ給料の問題があるやん。金銭的。おぉ。変わんないよ、全然。でもなんか金もらえるっていうイメージあるもん、やっぱ俺の中で。いやでも、全然かんない。俺の友達消防士いるけど、全然、かんないよ。ああ。頭良くて、あれだよね、公務員だよね、消防士って公務員じゃないんだっけ。ああ、そうちゃん。だよね。うんこちゃん、ヤクザになってるで、今。暴力団は儲かるんですかみたいな。そんなにヤクザは儲かるのかみたいな。ヤクザだっけ、ほんとに。マジにゴミクソだな、こいつら。ひどいな。あ、こういうのを拾うのがダメなんか。うんこちゃん、職業公開しようって言われたおで。まあじゃあ、ギリギリまで公開すると俺はもう病院で働いてるよ。おー、言ったいいよ、それは別にいいじゃん。もういい、でもそこはさ、うん、俺が振っちゃったからさ。ああ、まあ、そっか。うん。言ってよかったん？もう大丈夫っしょ。あ、いや、普通じゃねえって言われた。いや、だからまあ、そう、普通なんだよ。普通とか、だって病院で働いてて普通なわけがないやん。でも病、俺がむしろ病院で見てもらわなきゃいけないぐらいの配信してるのに、うん、実は俺が病院なんだよ。病院で見てる、みたいな。うん、病院で見てもらってあれだよ、普通なんだよ患者っていう。まあ意外と、あ、まあ普通なんかな、病院で働いてって。まあそうなんじゃない。まあいいや、もうそれはさ。でもこの何今聞けた人はうんこちゃんの職業っていうか、まあ何ちょっとどんな感じか分かってしまったな。まあそうだね、肛門か。まあ肛門かだよ。出る肛門を主に見てる。そう、医療従事者、医療従事者ね。だから医者じゃねえよ。医療従事者ってなんなん？そういう。だからそう。うんこちゃんの関係の仕事をまとめたら、まあそういう感じになるってこと？医療関係の仕事だよね。あー。あー、そういうことか。あー。そういうことな。今ちょっとレースに集中してるわ、完全に。まあいいんじゃない？いろいろさ。もう振っちゃったからね、自分からね。まあいいんちゃう。俺てかプライベート俺、あ、そっか。まあうんこちゃん結構隠してるもんな。俺とか全然漏洩しても大丈夫やしな。ミクシーの内容とかさんざさらされてるからな俺。びっくりするぐらいさらされてるから。俺にあのニコニコの大百科とかにも俺ミクシーの日記めっちゃさらされてるから。大百科にさらされてんの？そうそう、大百科にすらさらされてるから、まあいいやと思って。